オーバーフローしてないのに、2番からガソリンが、漏れる原因、これがやっと分かりました。フロートチャンバーにガソリンを入れてみます。このようにね、ガソリンが漏れるんですよ。これはオーバーフローじゃなかったんですね。この中のこのシャフトというか、穴の開いたパイプか、穴の開いたパイプに穴があるか、このフロートチャンバーとこのパイプの接合部に穴があるか、どっちかだと思うんですけども、見てもねちょっと分かんないんですよね。なんかねちょっと見てもねわかんないです。やっぱしこのパイプ自体がに穴があるような感じですね。鉄アルミ金属全般穴埋め、これガソリンタンク熱にも強いと、耐水耐油ということで、これ何回か使ったことがありますので、これを使ってみたいと思います。これをね動力を出して足いっぱい塗るとキャブレターのところに干渉するんで、その辺の加減がね、加減が難しいですね。こんなもんでどうでしょうか。最初ですね、1,2,3,4 番のあのインシュレーターをエンジン側だけつけて、はめようとしたんですけども、全然はまらなくて、それで結局ね1,4はエンジン側につけて、2,3をキャブ側にもあらかじめつけて、そしたらやっと入ったんですよ。このやり方でねやっと入りました。最初エンジン側にもう4個つけたら全然入らなくて半日悩みました。このフロートチャンバーの間のところのガスケット、これを面倒なんで買えなかったら、見事にね走ってる時にじわ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 染みてきたんで、漏れてきたんで、やっぱしこれも変えようと思います。
ボンドを塗ってから約1日経ちました。このオーバーフローの、パイプのこの中間付近あたり、この付近に、小さいよく見えないような穴が開いてたんじゃないかと思うんですけれども、ガソリン入れましたけれども大丈夫みたいです。ではキャブを取り付けてみます。入りました。もう私飽きてしまったよなさ。